はい、えー。マイク・バーティラさんどうもです。え、これ9日前のコメントなんですけどね。え、かむくん、こんにちは。僕も見ましたよ。もう、あっちっちのあっちっちですわ。うん。え、僕も時間を40年くらい前に戻りたいよ。羨ましいよ。もう、ラブラブ以外しか声が出ないよ。うん。え、これって9日前なんだあ、うのくんのコメントかな、多分。9日前のコメントが今来ましたね。 あれなみなみさんからも8日前のコメントが来てますえ。何度投稿しても消えてしまう。なぜだろううん。こうやってね、たまに来るんですよ、突然。8日前とか。うん。え、本田ダ島屋でいろんな意味で衝撃的でしたね。うん。もちろん、マリンちゃんはエマちゃんにも会ったことあると思いますが、エマちゃん絶対嫉妬してますよね。あれだけ独占力が強いエマちゃん。マリンちゃんと並んでいたら、その間に入ってきそう。 コメント何度も消えるのは、エマちゃんのジェラシーがそうさせているのかしら、うん、あの結構あの8日前ということなんですが、このコメントも承認をされてなかったっぽいですね、なぜなんだ、エマちゃんのジェラシーの波動かなんかでしょうかね。 えー、マントマンクレヨンさん、よろしくお願いします。かぶさんの感想、えー、すごく、えー、参考になったとともに、えー、心配は吹き飛びました。ありがとうございます。これ、鍵山君のことですよね。うん、個人的にはね、心配どころか、なんかもうちょ、もっともっと、あのー、点数、まだまだ伸ばせる気がしますよ。うん カオリンさん、どうもです。カブくん、こんばんは。今はちのフリー見てきました。4回転サルコウ美しいですね。4回転1本でコンビネーションジャンプ2つでトリプルアクセル1本、174点はすごいわ。うん。まだまだ上積みができるな。え、全日本頂点争いに、 また一人名乗りを上げましたね、えー。みんなてっぺんを狙っている。うん。今ちって言っても、えー、い、あ、今ちっていつもさ、ガクって一回やってしまうんだよね、えー。それが昨日だったらよしとしよう。うん。さて、来週はオータムクラシックあ、オータムクラシックもあるのか。カかおちゃんの調子は上がったのかな、えー、カナダだから点数は抑えられるかなうん。確かに。 いつも、えー、カナダの大会は他の大会よりも厳しめですよね。グランプリシリーズも厳しめな気がしますよね。で、リキュレーも見,られ見れるし、えー、その前に12ラングランプリ日本大会ですね。えー、島田萌ちゃんが見れるけれど、おじぎまで色っぽくて、色っぽい、うん、色,色っぽくいい、うん、いくらちゃん、く田いくらちゃんかな。 楽しみですね。毎週フィリアザンマーで楽しく、手、えー、楽しくて仕方ありません。いや、すごいですね。まあ、そのおかげでかなり忙しい感じになるんですけども、くしゃさん来週というコーナーですね。いや、あの、みんなを女の子にさせてしまう魔力を持っているくしゃ選手の演技、注目ですね。うん。 島田選手,選手もいよいよ登場ということで、うんオータム、カナダは確かに厳しいと思います。あの昨シーズンもグランプリシリーズで、渡辺倫香さんとかも、ね、結構ね、3回転、3回転とかもめちゃくちゃ厳しい評価されましたからね、結構ね、昔から厳しいかなっていう気がしますよ。うん、スケートアメリカはねそうでもないんですけど、スケカナは結構厳しかったり、カナダの大会は厳しめなのかなっていう気はね、前からしてましたね。うん え、影山くんについての、かぶくんの詳しい感想を聞いて,てよかったです。あ、ありがとうございます。結構皆さん、そういう感じで安心したという方が、結構不安,不安だった、不安があったという方多いのかなっていう感じでしょうかね。うん。あの、木下さんの時はね、足をちょっと切ってしまった部分があったんですが、そういったところの滑り込みがかなりできてね、自信、自信になったかと思うのでね。うん。はい。えっ、ー、と、マイクバーキラさんどうもです。かぶくんこんばんは。え、ゆうまくん復活、本当に良かったと同時に、 今期は男子は本当に混戦になりますね。うん。ゆうまくんパパは酒癖が悪いので有名で、2回の離婚を経験をされていて、えー、倒れられたのも、えー、お酒が原因みたいです。なるほど。うん、で、ゆうまくんはお母さんがいない子供時代を過ごしたんだろうけども、エコスタナーさんがコーチについてくれて、お母さんかお姉さんができてた、できたみたいに思っているんじゃないだろうか。 あくまでも僕の勝手な憶,憶測ですが、もーちゃんのお母さんがグランプリファイナルの時に、えー、亡くなられたコストナーさんが寄り添ってくれていました。日本とはご縁の深い人です。うん、いずれにしてもコストナーさんに感謝。ああ、そういった、なるほど。考え、たるほですね。そっか、でも、うまくん、お母さんが確かに、うん、そういうことなんで、まあ、確かにお母さん的な感じというかね。 ああ、でもそうかもしれませんね。コストナーさんは、まおちゃんのね、時もね、あの、帰ってあげ、私だったらそうするわってね、言っていましたよね。かだからそういう、なんか優しさっていうのを感じますよね。うん。なるほど、ちゃんですね。うん。えー、マルニンさんどうもです。フィギュア、えー、ジュニアングランプリファイナル出場条件は、えー、っと、ジュニアングランプリシリーズ2大会での獲得ポイントで決まります。1位が15ポイント、2位が14、えー、3位が13。 4位が12ポイント、5位が11ポイントで、以下1点ずつ減っていきます。うん、で中井亜美ちゃんは1位,1位ですから、合計ポイントは30点で、合計最,最高ポイントなんで確定。で中田理央君は1位と2位ですから、合計29ポイントで確定。うん、そして では、ミンキュ君は1位と5位と5位なんで、合計26ポイントなんでまだわかりません。エビハラダイヤ君は3位でまだ1大会があります。もし次の大会で3位を取ったとしたら、合計で26ポイントでミンキュ君と同じポイントになります。同ポイントでは高いの選手の、高い順位の選手、つまり1位を持つミンキュ君に決まります。うん。 で、しかし他にも1位と5位で合計26ポイントの選手がいたらフリープログラムの得点が高い選手となりますので、同ポイントの争いではミンキ君が有利ですね。うん。でもダイヤ君が残る試合で2位となると合計27ポイントになるからダイヤ君もまだチャンスがありますね。うん、確かに。うん。ダイヤ君、ダークホースになるかもよ。でもダークホースっていう言い方がまさにその通りの気がしますね。 うん、あの中田莉亜君はもう今シーズンの、まあ、何度も言いましたがケンさんからめちゃくちゃ調子がよくて、まあ、ダークホースといえば台風のメリーもなるんじゃないかと思っちゃうぐらいなんですけどもあのクホースと本当に点数が結構出ててあのあの今後ジュニアグランプリのショートでも76点出ましたよねだからあの点が出たことによって格上げができた気がするんですよとなるとどういうことかというとダークホースになる可能性ってあるんですよね。 うん。だから、まさにダークホースの感じがあって。まあ、クリーね、あの、ちょっとトリプルアクセルミスがあったんですが、あの、プレッシャーもある、あると思うんですが、その中でのあの演技ですからね、その可能性が出てきてるのかなと。で、カオ君とかとも結構練習してるということなんで、カオ君のエネルギ,ーギッシュっていうのもね、来てると思いますからね。楽しみですね、やっぱね。うん。なるほど、ちゃんですよ。 えっと、皆様どうもです。美和です。明日もーちゃんテレビでの過去の成績が改めて見たらやはりすごい。うん、世界選手権2007年東京は銀。2008年ヨーテ手リー金。2010年トリノが金。2013年ロンドン銅。2014年が埼玉金。世界選手権は金メダルが3つ。銀メダルが1つ。銅メダルも1つ。うん、グランプリファイナルは2005年東京金。 2006年サンクトペテルブルグでブルグ、えー、銀、えー、2007年トリノン銀、えー、2008年これ紅葉って言うのかな金、えー、そして2012年がソチが金、えー、2013年の福岡も金、えー、すごいグランプリファイナルも金メダル4つ銀メダルが2つうん。 他にもたくさん試合があり、えー、頑張ってきたな。うん。一つトるのもライブルがたくさんいたし、大変な中、しっかり実力を出して、結果も立派だな。うん。改めてやはりすごいな。ずっとトリプルアクセルも頑張ってきたな。うん。スタジオのゲストの皆さんや、アナウンサーさんや、加藤さん、中井さんもうんうん納得。やっぱりすごかった。 記憶に残り、よく次の日にと。試合がショートの後、すぐに次の日と知らなかった。うん。スタジオに行っていた方がつぶやかでびっくりしていましたよ。うん。いや僕、真央ちゃんがこう活躍してる時に YouTube やってればなって、も後悔してるんですよね。うん、ちょうどね、 あの僕がフィギュアスケートを見始めた頃で2006年のトリノオリンピックからでしたんで、まおちゃんのクルミアリ人形のあたりはまだ見てなくて、うん、その年のトリノから見たんですが、その時からね、まあ、YouTube やってません、ちゃんとね、まだね、なかったんですが、その時から盛り上がってればもっと面白かったなって思いますね。ねえ、安藤美樹さんもいたし、すぐさんもね、いたし、うん、ねえ、本当に、あの頃も楽しかったな、中野さんもいましたからね、うん。 でもそう思うとあの本当にモモちゃんの活躍ってすごいなって思いますよね。うんまあでもクルミアリ人形でね世界ジュリアでちょっと銀あの,、ね、あ,のあのねあのあの失敗があったかと思うんですけどもでもね本当に信頼に上がってからもいろいろこうねあの。 頑張っていろいろ来ましたし、うん。えー、彼女は一旦ね、やっぱりその、まあ、そっち、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、バンクーバー五輪でね、いろいろ悔しい思いをして、そっからまた生まれ変わってね、佐藤信夫先生に変えて、うん、ジャンプとか癖を直すって、そう大変なことですので、そっからまたね、違った、こう、形で進んでいくということなんで、まあ、形で言いますかね。うん。だからまあ、あの、うよ直接とかも繰り返しながら、また、 いろいろこう、新しい癖を直したりっていうのって、本当かなりね、うん、難しいこともこなしたわけなんで、うん、やっぱ素晴らしいですよね、やっぱね。うん。今知りましたが、中井亜美ちゃん、ジュニアグランプリファイナルに進出決定なんですね。うん。それがあったのもあり。 先ほどの真央ちゃんのソチラグマリノフに中井亜美ちゃん顔写真が出てましたよ、うん。たくさん有望な選手が出たりとか、真央明日真央ちゃんに憧れ選手が出るから、私も覚えなくては。うん、そう真央ちゃんにね、憧れてる選手もね、うん、今の子たちが、まあ、今のジュニアの子たちっていうのは、フィギュアスケートを始めるきっかけになった時っていうのは、あの真央ちゃんがまだもう活躍が終わって、あ、でもそんなこともないか。うん はい。えっ、ー、と、あここ伊藤さん、よろしくお願いいたします。えー、山くんの、あ、カブくんの鍵山くんの、えー、詳しい感想ありがとうございます。えー、素人ではわかんない細かい説明が嬉しいです。えー、山くんはこれからもっと、えー、演技に磨き出たられかかるでしょうね。えー、今シーズンはとても楽しみです。いや、本当ですね。あの、カロリーナコースターさんに教えるってことによって、あのー、 手の使い方であったりとか、そういったその、あの、上半身のね、部分であったりとかも、かなり良くなってくる気がするんですよ。うん。カリヤマ選手は、僕はフィギュアスケート職人だと思っていて、まあ、滑りのた、技巧的な滑りが得意な選手なんですよね。なので、上半身が、こう、硬くなったりすることがたまにあるので、カロリーナ・コストナーさんって背中のこのところから、うわーってこうね、手をこう、後ろになったりする、美しいね、滑りが。 上半身が非常にいいんですよね。なので、そういったコーストーンさんに教わることによって、足元は技巧派でありながらありつつ、上半身も美しくできるということにつながっていくと思うんで、コースターの後のタッグっていうのはこれからすごい楽しみだなって思うんですよ。うん。 えー、おはりこさんよろ狩山君のロンバルデア杯の動画を見ました、えー。これはすごいプログラムです。うん、後半のシーソー感たまりません。昌、え、く、ー、君との試合が楽しみだいや、確かにですね。うん、NHK 杯のチケットをにあの手にしている方がうましいですいや。どうなっちゃうんでしょうかね、狩山選手ね、うん。でもね、宇野選手のシンプルを早く見たいなっていう思いが強いですね。うん いやーね、あの、ほんとそんな感じで、あの、かおくんも今年はもう史上初ぐらいにね、あの、リアルティ道を溢れてますからね。うん。今年の全日本がね、もう、マジでやばいかもしれないですね。いつもやばいって言ってますけど、本当に今年はもうマジでって、ね、言葉が出ちゃいますね。うん。いや、どうなっちゃうのかなって思っちゃいますね、本当に。うん。っていうか、男子もなんですが、女子はもっとやばいんじゃないかな。ねえ。 で本当に、本当にね、もう真面目に鼻血休暇だと思いますよ、本当に。うん。鼻血注意ということで。うん。あ、宮様もいとです。こんばんは。宮です。ちょっと、シャアルとは私が、えー、と違いますが、今日本テレビで歴代日本代表256人選ぶ、加藤南海のこの日本代表がすごいベスト20に出ましたけども、22時10分くらいに、 バレーボールの北村沙織さん。沙織、日本代表アア、アタッカーで可愛い沙織がえ、我が推しのプロフィギュアスケーターのアスタモーさん。2014年のソチオリンピック、あのまさかのショートからの翌日に蘇った。渾身の振り、ラフマーリリルグ、ピアノ競争曲第2番の、あのドキドキ、最初のジャンプからトリプルアクセル、ビシッとやった、決まりましたえ。次々に決めていくよ。連続ジャンプにトリプルジャンプ。うん。ラストジャンプ、トリプルループ、決めた。もうここで、まおちゃんが、 振り付けだろうけど、腕を、手を前にやったみたいな伸ばすシーンで、号泣、全部決まった、スピンもきれいきれい、涙で見えないから、吹きながら、ガミ見、ン見、あとは何回も練習した、あのステップシークエンス、右に、左に、両手も大きく広げたり、大脳時ジャンプ、あ大脳時ジャンプ、あれですね。 確かに。今思ったんですが、モーちゃんも大の字ランピースで、スム君が大の字ルフィジャンプをされていたな。うん。あれ、ラグマニの方で、少し格好きれいバージョンですが、ありますね。なかなか実に面白い。あの、大の字ジャンプの後に、ウィンドミルやりましたよ、ね、確かね。うん。うん、もうちゃんのあのステップで。で、簡単なようで難しい鬼ステップを、いとも簡単そうに素敵に滑られて、ラストス,テスパイラルが体をねじり、ね、ながら、うん。 すごいのよ。カメラワーもーもう少し逆から映してよ。でしたが、そしてあのフィニッシュポーズ、真似したなうん、あ、確かに。うん。えー、なあの涙の真央ちゃんに感動の嵐。何回見ても感動がよみがえりますね、えー。木村沙織さんも、えー、当時同じ時間に見ていて同じ気持ちだったと言われていました。えー、記,憶記憶よりも記憶に残りすてきだったな。一日で立て直したメンタルも、まいさんが真央ちゃんは、ダメな時きは、えー な、なめ、なだめるよりも少し怒った方がやる気スイッチが入るタイプと、せいぜいお母様が言われていたり、見てきたからこそよかったわ。よ、え頑張ったわ。でもね、私は正直、絶対にになで欲しかったな。うん。まおちゃんも先日、あの泣き笑いはえ、悔しかったから、そう言われていた。あ、なるほど。うん。 だからマ央ちゃんは、悔しさをバネに、またさらに進化、ビヨンドをしていき、今が輝いているのね、時代、時代をちゃんと生きているなと、うん、私も見習わなくては、またちらっとあの中井亜みちゃんの感じ合っているかしだ。 あみちゃんがそんなそっちの、えー、まおちゃんのラグマニアを見て、あ、本当ですか憧れて、スケートをされて、頑張っていると、テレビで紹介をされています。あ、なるほど。中井さんはま、あみちゃん、えっ、ー、と、まおちゃんに、ね、憧れてるね。すごい、えー。頑張って、えー、まおファンたくさん見てますよ。うん。で、23歳のアスタンマオちゃんも可愛く、可憐に輝きありで、やっぱり可愛かった。うん。えー、バンクーバー、ぴょんぴょんまおちゃん。えー、笑顔、えー、仮面舞踏会もちらっとあり、やっぱり今振り返っても素敵。19歳だったな。 うん、また来年、さらに新飛躍輝きするて楽しみです。えー、美輪でした。もうちゃん見たら、私もやる気スイッチ、はい、気分が上がるなと。ね、いうことで、懐かしいですね。仮面武道会。うん、まああの ね、いろいろオリンピックの時もいろいろこう、そのシーズンは悔しい思いがね、各グランプリシリーズンもあったんですけどもね、よくあそこまでね、やりましたね、トリプルアクセル2本ね。まあ、あの、オリンピックでは、バンクーバーでは3つとも全部回転が足りてるっていう評価になりましたからね、ショートとフリー含めて。うん。で、ソもトリプルアクセルはショートはミスがありましたが、フリーはね、綺麗に決めましたし、まあ、個人的にはトリプルフリップ、トリプルループも綺麗に決まったので、あれも回転がちょっとね、アテンションだった、あ,あんなロードでしたけどもね。 あれも足りてると思うんですけどね、うん、そういうふうに感じました僕はね、うんはい。というわけでありがとうございました。いろんな思い出を振り返りましたね。